どうもマルベルです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。やってまいりました。最新アップデート情報、皆様待ち焦がれていたのではないでしょうか。こちらモガステーション景品情報ということでございまして、2019年7月5日に YouTube 公式チャンネル、さらには Twitter の方等でも情報上がっておりました。画面は実装予定のモガステーションホーム画面になっておりますが、左下のね、景品交換所っていうところがあるっていうのは前回出ておりましたが、来ましたよ、景品交換所の詳細ラインナップ。どうもね、ちょっとフライングでなぜか7月4日に YouTube 公式チャンネルの動画が上がっちゃったらしく、事前にね、もう世の中には情報出てたみたいなんですが、なんと景品交換所のところにね、おしゃれ装備が来るんじゃないかなっていう話もしてましたが、遊び人の悟りセットということで、追加基本職っていう扱いになるのがね、なんと新職業の悟りが景品として登場ということで、必要コインは120万コインどうなんでしょうね。もう皆さん事前キャンペーンでね、マール島の上に出ている飛行船タップするとね、コイン200コインずつもらえてますよっていうやつもあって、もうどれぐらい溜まってるのか、ちょっと私はね、全コイン取得できてないんだと思うんで、全然いけてないんですが、このコインの交換レートというかね、どういった交換率になってるのかっていうところもちょっと今回は予想していきたいと思いますが、その前にね、この景品交換所に出てる詳細ちょっと見ていきましょうよ。前回の動画でもちょっと言ってましたけど、上の方のモガステランク、これがね、影響してきて、でこの遊び人の悟りの下にある遊び人なりきり装備セットとか金ピカセット、ミンクのセット、やはりおしゃれ装備的なやつもね含まれてということなんですけど、ここら辺がランクによって解放されていくような仕様になってるみたいです。さらに上の方から見ていきましょう。イチオシ、そしてモガステ限定懐かしので、切り替えがおすすめ優先みたいな感じになってます。今現状は一押しという形でこれ出てるんですが、モガステ限定っていうのが、まあおそらくはこのなりきりセットとか金ピカミンクセットも含まれるんじゃないかな。まあ言うたらね、限定だから遊び人の悟りセットもそうなんでしょうけど、多分ここに出てないやつもなんかあるんでしょうね。モガステ限定の衣装的なものとか、さらにこの懐かしですよね。懐かしが今現状の星ドラにとっての懐かしなのか、ドラクエにとっての懐かしなのか、それによってもだいぶ内容変わってくるのかなっていうところなんですけど、もし前者の星ドラにとっての懐かしとなるとね、やはりカジノ的な要素ですから、バニー装備とか、今まで配布等でもう再取得できなくなってるような装備とかが、こっから交換できるのか、やっぱり往年のね、ドラクエの中で出てきていた見た目装備的なものが新規に実装されていくのか、どっちになっていくのか、ちょっとね、期待のところでございますが、ここから得られる情報はそんな感じでしたと。それで最初に話していた問題の方に移っていこうと思うんですが、交換レートについてですね。現状だと1557枚画面では出ている状況で、もちろん仕様としては星ドラ上で取得しているゴールドをコインに交換できるというふうな明示もありました。そこで一つ出てくる問題としては、やはり初期勢の方の方がゴールドは圧倒的に所持率高くなっていて、1000万ゴールド以上貯まっている人がほとんどなんではないでしょうか、初期勢の方はね。私は現在2200万ぐらいコインがある状況なんですけど、なので初期勢の人がいっぱいコインを持ってて、一気に交換してね、120万枚に近いコインを実装直後にもすぐ獲得できちゃうと、ちょっとそこでね、差が生まれちゃうというか、こう貧富の差じゃないけど、そこら辺どうなるのかなって思ってるんですが、なんか公式 YouTube チャンネルの EO を聞いてると、かなりやり込まないとこの120万枚到達できないっぽいことを言ってるんですよね。これは初期勢を省くというかね、初期にモガステ事前キャンペーンで集められたコインから始めていくとっていうことなのかどうなのかっていうのは分かんないんですけど、あの口ぶりを聞いてると、私は一つ思ったことがあって、このゴールドからコインの交換に対して1日にできるマックスの上限制約みたいなのあるんじゃないかなって思っちゃったんですよね。つまりどんだけゴールドを持っていても1日に交換できるコインの制約枚数があるから、一気には120万枚にどっちにしろ誰も到達できないよと。ゲームプレイで相当こう、実際のカジノの方で大当たりを出してね、ジャックポットとか入っ
て何回もそれを繰り返していけばできるけど、ゴールド交換で一気に120万枚到達とかってことはひょっとしたらできない可能性もあるんじゃないかなっていうことがね、一つ感じられるんではないかなということで、マルベリチャンネル勝手に予想というところもありますが、ワンチャンそんなこともね頭の片隅に置いていただいて、で交換レート、今までだと20ゴールドで1コインとかね、過去のドラクエシリーズいうのが多かったみたいなんですよね。で仮に1コイン20ゴールドで交換できるとすると、この120万枚に到達するには2400万ゴールド必要になるわけですよね。でこれがもっとレートが高くなる、例えば1コイン200ゴールドになってきたら2億4000万ゴールド必要になるわけですから、交換レートの方で制約を出してくるのか、それとも1日の購入上限を入れてくるのか、どちらかにはなると思うんですけど、1コイン200ゴールドっていう交換レートも可能性としては全然ありえますよね。そうするとどんなにゴールド使ったとしても10万枚程度、例えば9999万ゴールド多分マックス値になるのかな、1億いくのかちょっとそこら辺しようわかりませんが、間違いなく9999万ゴールドまでは所持できると思うんですが、その状態で200ゴールド1コインの交換レートだった場合でも45万コインしか集められないので、一気にね。そうなってくると YouTube 公式チャンネルの方で言われていた、なかなかこの120万枚達成するの難しいっていうところもついつま合ってくるので、そこら辺の交換レートと交換レートないしは交換上限のところというのをちょっと注目していきたいなと思っております。そして気になるのは遊び人の詳細ということですが、モガステの景品に職業は遊び人が登場、戦闘はカラッキシだが遊びはプロ級な謎の職業ということで、職業スキルにね、遊ぶっていうのが出てくるようなんで、まあこの職業スキルがあるってことは一応戦闘でもちろん使える職業であるということは間違いないと。しかしその効果自体がですね、いろんな遊びを試してみるということで、なんか現代的なね、遊びのなんかエモーション的なものがね、ド派手に出るみたいな話があったんですけど、その効果っていうのが実際に戦闘になんか影響があるのかと、パルプンテ的な、まあ、内容にはなってるみたいなんですけど、要はパルプンテで何も起きなかった的な状況なのか、全てがね、でなんかそれぞれのエフェクトが違うとかっていうパターンなのか、補助的な効果か何かしら戦闘に影響する結果が残るのかどうかっていうのが全くわからないですよね。ただし一定のレベルごとに運の良さと見返し率が上がっていくっていうところが影響してきて、まあどうもですね、非常にステータスは弱いようです。でこの見返し率っていうところが出てくるんで、基本職の踊り子編成での見返し構成、ここにどう影響してくるのかっていうぐらいしか、まあぐらいしかっていうかね、遊び人はそういった扱いになりそうということで、ちょっと画面を見ていきたいと思いますが、強さ装備から転職で、イメージ的にはステータスはですね、この見習い冒険者一番最初のやつですね、これレベ20までしか上げられないんですが、これのレベ99程度のステータスになるんではないかなと予想されます。レベ20見習い冒険者の最大 HP が85で、遊び人レベ99になったとしても最大 HP っていうのは200を超えないっていうぐらいって言ってたんで、まあこの見習い冒険者がレベ99になれたぐらいの手になるんじゃないかなと予想しており、さっきも言ってました踊り子ですね、比較対象になるのは。でこの職業スキルの中に見返しステップっていうのがあって、回避率を上げられていたという感じなんですが、今回の遊び人は一定のレベルごとに見返し率が上がってくっていう表記なので、見返しステップ的なスキルを実行することで見返し率を上げるんではなく、まあ、倍率を上げるんではなく、ステータス的に言うと見返し率プラ1とかね、見返し服上だったらプラ12とか言ったあの数値が上がってくっていうような仕様になるみたいなんですよ。そうなると現状のさっきも言ってた踊り子編成の見返し構成、その見返しよりも高確率で見返しできるのかどうか、そこに関しては一つ注目になると思うんですが、でおそらくはもともと冒頭に言ってたその基本職扱いになるんではないか、つまり上級職であればね、転生がもちろんありますし、上級職であれば上級職を元に何かにならないといけないので、今回であれば遊び人に対しては悟りがあれば転職できるような条件のようなので、まあおそらくはやはり基本職になると、なると99がマックス、高難易度ダンジョンのクリアとかをするとバッジがもらえるとかっていう、そういうのも実装されるようなんですけど、つまり遊び人はどういう職業かというと、上級者プレイヤー向けの縛り職縛り職って言ったらおかしいけどね
縛りプレイ専門職みたいな感じになるのかなと、ちょっと言い方悪いとちょっとドヤーっていう感じの、クリア動画とかっていうことの促進をなんか運営さんがしてるのかどうかよくわかりませんけどこのように遊び人という形でモガステの景品に職業の悟りが実装されるということでございました。そしてモガステ周りも一部影響してくるんですが、星パス月額版ですね、星パスに新たな機能を追加ということで、福引券今まで5枚だった星のパスポートですね、これが月額版になると、月額版限定の福引っていうのが1回無料でできるようになるようです。これについてはね、月額限定版っていうのがそもそも何なんだっていうところで、ラインナップとか仕様がどんな感じになるかわかんないですけど、1回無料という形で一応補足があって、限定福引が1回無料で毎月更新で引けてきますよっていう話だったんですよね。月ごとにそのラインナップっていうのが変わってきますっていうことを明示されて、1回無料っていうことなんで、10連的なガチャではなさそうな気がしますねってとこですかね。単発って言ってもちょっとなんかピックアップガチャっぽいというか、こうラインナップがすごく限定された中でどれか1個出ますよみたいなガチャになるんじゃないかなって個人的に予想してます。なんかこの記述とかを見てる限りは。さらには運の良さがプラ25から30。これはありがたいですね。で、お任せバトルがメタル系優先機能ということで、メタル系と他のそうじゃないモンスターが出てきた時に、お任せバトルはメタルを優先して倒してくれるってことなんですけど、まあ、これに関しては正直私は疑問符が残りました。っていうのも、そのメタルを優先して倒してほしいっていうシーンがほとんどないんですよね。唯一強化回廊ぐらいかなって本当思っちゃうんですよね。強化回廊でたまにキラーパンサーと一緒にハグメタが出てきて、キラーパンを最後にスキルで倒してスキルフィニッシュの恩恵がまあ生かしやすいよっていうぐらいで、あとメタル系でお任せバトル使うって本当にメタル鍵とかで使っちゃうんで、そうなった場合全部メタルなんでね、あんまり優先機能も意味がないかなっていうところで、本当に一部のダンジョンでのスキフィニにしか影響しないぐらいの調整、まあここは本当に微調整だったっていうぐらいだと思うので、あんまり気にしないでいただければと。まあというよりかはね、お任せバトルに関しては補助金のスキルの利用とか、今現状の AI ね、ある程度こう改善して、まあ、バランス取ってほしいなっていう要望は多分多かったと思うんですが、まあちょっとテコ入れにしては違うところを手つけちゃったのかなっていう印象でした。で、超早送りに関してはこれ単純に3倍速のことだと思うので、これは今まで通り継続で、装備ロッカー数増加に関しては1から3が5にマックスになるということで、多分これページ送りされるような形になるんでしょうね。で、星パス金貨に関しても1200円で今まで金貨5枚だったのが、これを2回分できるように月額パスの方はなると。さらには闘技場修練スキップ1日1回はこれは変わらず、スカウトクエスト1枠追加も変わらずで、その下でございます。スペシャルスカウトが 15% 割引。現状7月の15日まで来ているスペシャルスカウトが、この星パスが実装された後に購入した方が実はお得だったんだよっていうことがね、注意点としてあったんですよね。もう買っちゃった人は後の祭りですし、まあと言ってもね、 15% だから別にいいよと、それより先に育成進められるからそういう分でメリットがあるよっていう方はね、何も関係ない話なんですけど、そういう話が一つで、クエストのスタミナ1日1回無料回復っていうのもこれはありがたいですね。おそらくは現状自分が保持しているスタミナを1日1回全回復できるんではないかなっていう機能だと思います。さらにはモガステの景品交換が 15% 割引、ここで最初の話と関連してくるんですけど、つまり120万コイン必要な遊び人の悟りに関しては 15% 引きなんで、約100万コインで交換することができるようになるのかなと。もしレートが20ゴールド1コインであれば2000万弱ほんちょっとかな、2000万ちょっとで、まあレートがもう200ゴールドで1コインだった場合には、ゴールドでは一気にっていうのはどちらにしろ難しそうかなっていうのが見えてきた。そしてさらに月額版の継続回数特典もあるってことで、ここでさっきのちょっと話に戻るんですが、ちょっと画面見ていきましょう。現状の星のパスポートの画面でございます。これはですね、購入画面のところに優勝ジェムが600必要だよと。で、割引100ジェムで今500ジェムが必要だよっていう購入方法だったんですよね。なので、優勝ジェムをここから購入して600円分の星パスと交換してたっていう感じなんですが、今回の星パス月額版はひょっとしてそもそもこのジェムのラインナップの中に星パス月額版みたいなのが出てきて、960円で、しかもこう一定課金みたいなね、多分オプションも選べるような感じになると思うんですが、直接お金で
まあ、パスポートを買うような仕様に変わるんではないかなと。今のところ優勝ジェムを溜め込んでいたものがこの星パスに交換できない可能性が出てくる。両方に対応するパターンもあるのかもしれないんですけどね。だから現状持ってる優勝ジェムから代用するってことはできない可能性があるっていうのはちょっと一つ懸念点かなと思っております。でそれに伴って月額版がまあ直接購入になった場合、今後プレボはどうなっていくのかなっていうところもね影響してくるんで、その月額版の継続回数特典っていうのをまあ間違いなく受けられるよみたいなこう違いをね入れてくれないと、ちょっと今回星パス金貨分を普段は入れてないんだけどね、月額版が出るから来月のことを見越して入れておいた人っていうのは本当に無意味になっちゃうことがあり得るだよね。うちはボールド使ってますけど、まあ、そんな話はさておき。ということで、新しくなる星パス月額版についていろいろとね注意点等々をまとめていきましたが、続いて逸材モンスター登場。ブルリア製スカウトに同種族のモンスターと比べてパラメータが高く成長が早いモンスターが出てくるということで、それぞれ一つずつ固有の魔物スキルも持ってるらしいんです。逸材スライムナイトとか逸材ゴーレムとか逸材キラーマシンということなんですが、これブルリア製スカウトに同種族のモンスターと比べてっていう形なんで、ブルリア製限定なんですよね。ブルリア製でスカウトできるモンスターで活躍して使っているっていうのがなかなか少ないんですよね。現環境だとたまにガーゴイル、これをトリケイと合わせて使ってるってパターンがあるので、まあ、固有の魔物スキルっていうのがどれぐらいなのかっていうのと、その逸材キャラのステータスの伸び率、パラメーターがどこまで高いのかっていうこと次第で、ゴーレム、キラーマシン、ガーゴイルあたりはワンチャン使える可能性がある。でもやっぱり厳しいような気もするんですよね。なんだけども、これね、逸材モンスターだけじゃないんですよね。ちょっと画面を移動しまして、お知らせの方からモンスター闘技場アップデート情報の方に来ました。スカウトクエストに逸材ココアに出てるのと、レアモンスターも登場するということで、レアモンスターは踊る宝石が登場します。この踊る宝石、なんとですね、モンスターメダルをたくさん持ってるレアモンスターということで、こいつが出てきて踊る宝石スカウトしてすぐお別れしようとすると、本来であればモンスターのお別れに対して1コインしかもらえないんですが、これがいっぱいもらえるらしい。どれぐらいなんだろう、いっぱいってまあここがちょっと面白いかなというか、個人的には嬉しいかなと。どうしてもメダル不足になっているんでね、このレアモンスターのところの方が熱いかな、逸材モンスターより。まあ逸材モンスターの仕組み自体は面白いと思うんですけど、むしろ本来モンスター闘技場が最初からそういう仕様になってて欲しかったなぐらいで、まあ今後ねブルリア製以外のところでもいろいろと影響してきてくれればもっと面白くなってくるのかなと思っております。あとついでなので、モンスター闘技場周りで変更になる点何点かあるんですが、モンスター闘技場の性格ボーナスの調整についてでちょっと面白い記述がありました。詳細興味ある方はねしっかり読んでいただきたいと思うんですが、いろんな変更あるんでね。でその中でもですね、つなぐ思いとピンチにあふれる魔力、ここの効果調整内容がですね結構おっていうね、そのゲームプレイに影響しそうな変更になっておりました。今回はここの記述はねよく読んどいてください。なんかね頭こんがらがりそうになるんですけど、結構影響しそうな変更点でございました。そして最後、こちらが一番ね、ウィーっていうお知らせだったんではないんでしょうか。光の鎧、光の兜、勇者の盾錬金登場ということで、今回は光装備や武器がね、王者剣、もともと実装されてたやつの錬金と合わせて、光鎧、兜、勇者盾も着ていたという事情もありまして、防具側のみの錬金となっておりました。これどうなんでしょうね。今までは、星ドラ公式チャンネルの方ではやっぱ武器の性能とか出したんですけど、防具側の性能っていうのは今まで公開事前にしてなかったので、YouTube 公式チャンネルの方で防具側の性能公開みたいな感じになるのかもしれませんが、こちらに関してはちょっと錬金予想していきましょう。画面こちら、光株こちらでございますね。勇者の挑戦、そして妖光は刃に宿る力プラ中でございました。貫突性能で一応防御力、守備力が93でございます。なんといっても勇者の挑戦、敵が怒りまたは激怒状態になった時、戦闘位置ごとに自分の攻撃力を荷上げしてくれるっていうことと、こちらですね、攻撃力上昇効果が波動で消されなくなるっていうこの恩恵が大きかった。これが錬金されるわけですから、何になんのっていうところなんですけどね。まあこの勇者の挑戦とかにちょっと手こ入れ、軽く荷上げ&素早さ1上げとか、そんなこともしてくる
ぐらいの、まあ、ビアップになるんじゃないかな。ビアップとはいえね、これなんか一つ更新されただけでも全然強いというかね、いいんじゃないっていうところで、まあ、CT ダメ系がさらにこれに加わったらもうちょっと最強兜になっちゃうんで、そっちはないかなっていう気はしますけど、それかなんかもうとんでもないことやってくるか、いやーどうなんでしょう。こちら光の鎧はこちらもね非常に優秀な装備でございまして、デイン強がついている唯一の体上装備、そして光ブレス軽減中に HP 中ということで、光ブレス軽減が初めて実装されたガチャさん装備と言ってもいいんではないでしょうか。貫突性能が172、守備力、うーん、やはりねデイン強があるっていうところを見るとね、今現状の体上のこうステータス値というかね、メインスキルの内容組み合わせを見てると、やっぱ強2枚っていうパターンがやはりちらほら見えてきているので、デイン強、光ブレス強に強化されるんじゃないかな。 HP 強っていうよりか光ブレ強の気がする。どうでしょう。まあここはなんか新たに追加されるってことはないと思いますが、心のどこかのステータス値が上がってくんではないか。光鎧下が多分今回一番期待されるんではないかなと思っております。まずは貫突が120最大守備力、聖なる恵みが盾専用スキル発動後自分の HP が30から回復されるというやつでございました。そして時々の活力の雨がね、今まで非常にこう実戦でなかなか活躍できていなかったんですけど、全員の CT を貯めてくれて単価指示 7% ということなので、効果自体はねちょっと発動率が低いんですが非常に優秀でして、比較的まあどんな装備でもクリアできそうなダンジョンとかでは、この私光鎧下を入れてね、あの CT ダメ一気に狙うっていうパターンでよく使っておりました。ただやっぱり高難易度ダンジョンとか、もうちょいね実戦的なところでハイビーというか装備していきたいっていうところもあったんですけど、そこら辺でなかなかチョイスが難しかったっていうのは、まあ耐性値もねブレス弱しかついてないっていうところもあるので、ここら辺がねブレス中とかになってきて、上もなんかちょっと抵抗入れしてくれたりすると、かなり光鎧下は面白くなるんじゃないかなと思っております。個人的にはねこいつをねもっとねいいとこで使いたいなっていうね、本当に雑魚系って言ったらおかしいけどね、どんな装備でもクリアできちゃうっていうところでしか使えてないので、個人的な期待は光鎧下でしたけど、まあ皆さんの一番期待値の高いところとしては勇者盾なんじゃないですかね。そもそも休みガード中と CT 減少ガード弱があって、まあ休みガード中にこの勇猛なる構え、ダメージ 50% 減に攻撃力ガードするとね1上げされて、さらに HP 回復するということで CT も10秒、非常に優秀だったんですよね。ここがまあ回復量ちょっと上がる程度にしかないのかなという気がしますけどね。あとは CT 減少ガードが中になっちゃうとかね、まあ性能的には一番勇者盾が面白いんですけども、ちょっとビアップしか期待できなそうかなというところで、全体的にねはっきり言って、まあビアップっちゃビアップだろうっていう風に突っ込まれることになる可能性は全然あるんですけど、光装備の錬金が来るということで実際に性能を楽しみにしていきたいと思います。ということでございまして、非常に長くなってしまいました。今回のアップデートまとめ、一応水着の情報も出ておりましたから、この画面でお別れという形になりますが、実際のアップデート最後の最後にアップデート日付を言うことになりますが、2019年の7月の9日予定されているということでした。さらに詳しくねお知らせでしか出てない情報とかあったんですけど、本当に尺今回長くなっちゃってるんで、ちょっとあとは皆さん各自確認いただいてという形になりますが、この動画参考になったよと、なんかいっぱい情報出ててね、まとめてくれてサンキューって方は高評価今後も星空動画、特に7月はね積極的に上げていきたいなと思っておりますので、チャンネル登録&通知をしていただくと間違いなくマルベリの勝手に星空レビュー動画はたまた新しい動きもちょっと考えておりますので、そこら辺をチェックしていただくためにも、ぜひともチャンネル登録ボタンポチッとなとよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。